江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回もですね、ユンミヒャンの話題、今日はね2本目ですけれども、ユンミヒャンが今度はベトナム戦争でたかり始めてしまう。はい、ということでね、やっと半日終わったのかな、もうやめたのかな。はい、じゃあ見ていきましょう。くーちゃんお願いします。やめるわけないか。無所属のユン・ミヒャン議員は1日国会で、ベトナム戦争当時の警告軍による民間人逆殺真相解明特別法の制定を求める記者会見を行った。ユン・ミヒャン議員は昨年6月に自ら代表としてこの特別法を提出したが、そのポイントはベトナム戦争当時、大韓民国軍は現地で民間人逆殺、遺体の毀損、性暴力などを行ったとして、その真相を解明する調査委員会を設置することだった。ユン・ミヒャン議員が提出した法案には、野党議員、革新系野党、正義党議員、進歩党議員、基本所得党議員ら12人が共同提出者となっている。ユン・ミヒャン議員は、同日行った記者会見で、警告政府に対し、謝罪し責任を果たせと求めた。警告軍とベトナム戦争の元参戦軍人らによる複数の団体は、ユン・ミヒャン議員は事実に反する主張を行い、元参戦軍人らの名誉を著しく傷つけていると反発した。警告国防部とこれらの団体は、ベトナム戦争当時の現地民間人逆殺などについて確認された内容は全くないとの立場だ。元参戦軍人らによる複数の団体は、ユン・ミヒャン議員は事実を巧妙にねじ曲げ、歪曲した主張を行っていると批判した。ユン・ミヒャン議員は特別法を提出するにあたり、民間人逆殺などについては、キム・デジュン元大統領とノムヒョン元大統領が謝罪の意向を示し、ムン・ジェイン前大統領もベトナムを訪問した際に遺憾の意を表明してと主張している。しかし、警告政府が実際に民間人逆殺に言及し謝罪したことはない。キム・デジュン元大統領は、両国の間にはかつて不幸な時期があった。ノムヒョン元大統領は、警告国民は心に負債がある。ムン・ジェイン前大統領は、両国の不幸な歴史に遺憾の意を表明するなどと述べただけだ。ベトナム政府も警告政府に対して謝罪や賠償を要求したことはない。ユン・ミヒャン議員は自ら配布した資料の中で、ユン・ソクヨル政権は被害から顔を背け、真実を歪曲していると主張した。しかし、ベトナム戦争の民間人被害疑惑が最初に浮上したのは、左派のキム・デジュン政権当時の1999年だ。越南戦参戦者会は、同日電話取材に応じ、根拠のない主張で、警告政府と参戦有志を侮辱するユン・ミヒャン議員に、深刻な遺憾を表明すると述べた。これらの団体は、ユン・ミヒャン議員を糾弾する関連集会なども準備中だという。はい、というね、話題でした。まあ、ベトナム戦争に関してはね、ケイコクさんは、まあ、ベトナムに、もう、永遠に謝罪と賠償していかなきゃいけないと思うんですけど、ユン・ミヒャンが出てくるとね、これまたね、話がだいぶ変わってきますよね。はい。じゃあですね、こちらに対して、ケイコクの反応いきましょう。なんかさ、このたかりっぷりがさ、すごい既視感あるんだけど、気のせいかな。ひでえな。この人間は、経日関係を破綻させようと、イエスフリーをした。あの面相も見たくないのに、罪があるのに、どうして引きずり下ろせないんですか？あんな人間らしくもないものを見ないで生きていけるようにしてください。国民をいじめるのは、もうやめてくれ。お願い。40。あ、ちなみにですね、これコメントが4800ついてるんですよ。大炎上。大炎上だよね。で、共感順になっておりません。わあ、イエスフの商売から、最近は北朝鮮擁護を国会でしたが、今回は、笑いにゼロ。いや、あれは、なんで国内外を問わず扇動するの？ああいうのを拘束させろ。なぜスパイするのか。扇動、ね、商売の引き出しはいっぱいあった方がいいんだ。ユン・ミヒャン、このような人間がいることが、国が非常に危険だ。これが正気か？早く北朝鮮に送還させなければならない。3、0。これ、いわゆる昨年6月の話をもう一回やったってことなんですよ。要は何をしたいかというと、単なる選挙対策ですよね。目立ちたいっていう。この子の国籍はどこだ？どう見ても大韓民国ではないようだが、なぜ国会議員をしているのか？13、0。また、あれでしょ？要するに次も国会議員やりたいってことでしょ？
だから今のうちに、こう、特定の、本当にごくわずかの特定の支持層を狙って頑張ってますよっていうところをアピールしたいと。この子はリアル悪魔、3、1。逆に言うと、ここにコメント書いてる人たちは相手にしないってことだよね、多分な。あんな国会議員を作らないためには選挙が公正に開票されなければなりません。開票作業のために電子開票機の後に手で開票をすると選管が発表したが、きちんと手で開票さえすればいいだけなのに、ユンはなぜ電子開票機を使うのですか。そして昨年末に選管のシステムがハッキングに無防備だと国上院の発表までありましたが、捜査や調査命令を導くユン大統領は何をしているのですか。事前投票用紙発行の際、監督官個人の印鑑を押すことには最後まで反対しています。オンライン投票後、実際の投票もできないようにしなければなりません。4-1。オンライン、もうそろそろ月だね。顔が悪魔に変わっていくのが見える。6-0。オンライン投票もして実際の投票もできるんだ。それ二重投票か。あ、ポンコツだ。はい、じゃあね、チャットの反応いきましょう。令和民。ね。例えばなんだっけ、京都の市長選で、山本太郎が、立候補者、あ、この人共産党ですよってなんかバラしたの。なんかそんなスレッドが、ごちゃんでありましたけど。いやー、不ビジネスって儲かるんですね。かっこ、笑い。うわ、すげー、どんどん、導火線に火をつけていくスタイル、わら。金の匂いがしたにな。ただ、お前、よりによってベトナムに、それするんか。ベトナム案件に触れるとか、自ら燃えに行ってるのかな。ユンミシャンと福島みずほがベトナムに金の匂いを嗅ぎつけました。ベトナムの被害者実在を今度は食いもんにするんやな。やれやれ。はっ、ミヒャン、お前民主党時代は全く逆のこと言ってなかったか。ミヒャン、これ逃げ切れると思ってんのかね。もうこれミヒャンも何がしたいのか理解してないだろ。もうだから自分の売名、お金のためだったら何でも使うんだよ。謝ることを知らない警告。来大犯が事実を語ってる。とにかく逆張りできればそれでいいって野党ムーブですかね。イアスフ像作家がベトナムイアスフ像作成中もう一儲け。二頭夢のが一枚加わりたくてこちらを見ている。北に送金できなくなったら用済みで消されそうだな。私頑張ってます。アピールなの。これが逆の結果しか出なさそうなんですけど。わらわら。だからあれでしょ、もう、あれ、もう、パヨ、今日、もうなんつうの、ごくわずかのさ、パヨに投票してほしいんだろうよ。他人の投票権で事前投票もできる。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた。